トラファルガー級戦艦は、イギリス海軍が19世紀の終わりに保有、運用した、早々期の戦艦。トラファルガーとナイルの2隻からなり、いずれもナポレオン戦争の時期に、ネルソン提督によって勝利した海戦の中から命名されている。トラファルガー級は、アドミラル級、ビクトリア級の発展型として1886年に寄港され、トラファルガーは1890年、 ナイルは1891年に竣工した。特に船体中央部の防御に重点を置き、最も厚い部分の装甲は5 0 8ト、mm、ルに達した。そのため、イギリス戦艦として初めて常備排水量が12000トンを超えることとなった。本級の防御重量は排水量の35%に達している。本級の手法は信頼性の点から、ロドニー級と 同じ 343mm 砲に戻ったが、本級では、露砲塔でなく密閉した、前後各一機の旋回連装砲塔に収められている。副砲は、当初 127mm 砲8門を予定されて、いたが、水雷艇の撃退のため 120mm 速射砲を6門に変更された。これは1897年に 152mm 砲に、換装された。 本級はイギリス海軍最後の低還元戦艦となった。海軍はこれにより砲撃を受ける面積を減らし、走行を減らすことができるとしたが、一方でわずか5メートルほどしかない還元が荒れた、海での行動を著しく制限してもおり、しばしば速力を13ないし14ノットに制限せざるを得なかった。しかし当時の主要な作戦海域は地中海であり、 それほど重要な欠陥とは見なされていなかったのも事実である。トラファルガーは1911年、ナイルは1912年に売却、解体された。本級の後に続いて建造されたクラスが還元を高くして、公用能力を向上させたロイヤルサブリン級であり、それをもって近代戦艦の始まりとされている。ありがとうございます。